ただ待つのも手持ち無沙汰。本を読んでもいいでしょうか。静かに本を読むのも好きですが、誰かとおしゃべりするのも好きですよ。春はいいですね。この暖かい陽気が眠気を。さすがです。私なら失敗していたでしょう。おめでとうございます。あなたならできると信じていました。当然のことだなんて、そんな謙遜を。もっと自信を持ってください。せいてはことをし損じる。焦らずに次に挑みましょう。失敗しない人間なんていません。この失敗を生かせばいいのです。大丈夫です。安心してください。私がついています。行動しなければ結果は訪れません。臆せず前に進みましょう。このサイコロを振る音、なぜでしょう。心が落ち着きます。こういう時、さくらなら振ってから考えればいいんだよなんて言いそうですね。おめでとうございます。見事な勝利です。なぜでしょう。あなたと一緒だと負ける気がしません。やりました。私とあなたで掴み取った勝利です。負けて悔しいなんて、こんな気分は久しぶりです。ごめんなさい。次こそはちゃんとあなたと一緒に勝利を。負けたなんてさくらに知られたら、あの子きっと飛んできちゃう。メガネですか。目は悪くないので、メガネもコンタクトも持っていませんよ。さくらですか。そうですね。本人の前では決して口にはできませんが、親友だと思っています。恋人。よく聞かれますが、私に思い人もお付き合いしている人もいません。不思議です。あなたといると力が湧いてきます。今なら負ける気がしません。こういうのは思い切りだとさくらも言っていました。それについては私も同意見です。私の出番ですね。自慢ではないですが、こういうことは得意です。なせばなるです。私もお手伝いいたします。お手柔らかにお願いします。手加減など不要です。全力でお相手願います。負けたらさくらに笑われてしまうので、勝たせていただきます。私だってできるんだから。はい、お呼びでしょうか。今日はいい天気です。どうでしょう、本屋巡りなどいかがですか。あなたが他の方と喋っていると、時々胸のあたりが痛みます。ただ待つのも手持ち無沙汰。本を読んでもいい。待つのは暇です。退屈です。待てません。10秒も待ちましたよ。もう行ってもいいですよね。私、春菜と違って待つのは苦手なんです。どうですか、私にかかればこれぐらい余裕です。考えてから行動なんて遅いです。直感でなんとかなります。ふっへー、私ならこれぐらい余裕です。人生七転び八起き、次は頑張りましょう。失敗失敗、よくあることです。落ち込まないで。今失敗したということは次は成功します。前向きに考えましょう。何が出るかなんて運次第、行動してから考えましょう。ガーガー、何事もなせばなるですよ。大丈夫大丈夫、まずはサイコロを振ってから考えればいいんですよ。 You are win って、あれ、この表現で合ってますか。余裕の勝利です。
これでも私は由緒ある精霊なんです。我が剣は天罰の代行、この刃は万象すべてを。ってらしくないって何ですか。ユールーズ、負けちゃいました。負ける時もありますよね。しょうがないです。どうしよう、またハルタに心配かけちゃうよ。私が守らないといけないのに。剣の精霊、さくら剣山。あ、雷の精霊でもありますよ。悪霊は問答無用でざっぱりと、地味猛霊も問答無用でバッサリです。ハルナですか。大親友です。何があっても彼女を守り抜きます。私の剣は友のため、そしてあなたのために振るいましょう。こういう時は思い切りが大事ですよ。迷いは何も生みません。あれとこれを組み合わせて、うん、これでいけます。多分根拠なんて後付けでいいんです。要は勢いです。バット、我が剣の輝きを持ってあなたを断罪します。剣聖さくら、立ちはだかるものは全て切り捨てます。お覚悟を。何匹も我が剣を阻むことはできません。我は剣の化身、この一戦を防ぐことは不可能と思いなさい。私ですね、お任せください。今日はいい天気ですね。ハルナも3人でどこかに出かけませんか。ハルナもあなたのことを考えていると胸が痛くなるとぼやいていましたが、何かの病気でしょうか。ただ待つのも手持ち無沙汰。本を読んでもいいでしょうか。静かに本を読むのも好きですが、誰かとおしゃべりするのも好きですよ。春はいいですね。この暖かい陽気が眠気を。待つのは暇です。退屈です。待てません。10秒も待ちましたよ。もう行ってもいいですよね。私、春だって違って待つのは苦手なんです。さすがです。私なら心配していたでしょう。おめでとうございます。あなたならできると信じていました。当然のことだなんて、そんな謙遜を。もっと自信を持ってください。どうですか。私にかかればこれぐらい余裕です。考えてから行動なんて遅いです。直感でなんとかなります。私ならこれぐらい余裕です。せいてはことをし損じる。焦らずに次に挑みましょう。失敗しない人間なんていません。この失敗も生かせばいいのです。大丈夫です。安心してください。私がついています。人生七転び八起き、次は頑張りましょう。失敗失敗、よくあることです。落ち込まないで。今失敗したということは次は成功します。前向きに考えましょう。行動しなければ結果は訪れません。臆せず前に進みましょう。このスタイゴロを振る音なんででしょう。心が落ち着きます。こういう時にさくらなら振ってから考えればいいんだよなんて、そうですね。何が出るかな、運次第。行動してから考えましょう。ガーガー、何事もなせばなるですよ。大丈夫大丈夫、まずはサイコロを振ってから考えればいいんですよ。おめでとうございます。見事な勝利です。なぜでしょう。あなたと一緒だと負ける気がしません。やりました。私とあなたで掴み取った勝利です。You are win! あれ、
余裕の勝利です。これでも私は由緒ある精霊なんです。我が剣は天罰の代行、この刃は万象すべてを。ってらしくないって何ですか。負けて悔しいなんて、こんな気分は久しぶりです。ごめんなさい。次こそはちゃんとあなたと一緒に勝利を。負けたなんてさくらに知られたら、あの子きっと飛んできちゃう。ユールーズ、負けちゃいました。負ける時もありますよね。しょうがないです。どうしよう、また春菜に心配かけちゃうよ。私が守らないといけないのに。メガネですか。目は悪くないのでメガネもコンタクトも持っていませんよ。さくらですか。そうですね、本人の前では決して口には出しませんが。恋人、よく聞かれますが、私に思い人もお付き合いしている人もいません。不思議です。あなたといると力が湧いてきます。今なら負ける気がしません。剣の精霊さくら剣山、あ、イカズチの精霊でもありますよ。悪霊は問答無用でざっぱりと、地味猛霊も問答無用でばっさりです。ホルノですか。大親友です。何があっても彼女を守り抜きます。私の剣は友のため、そしてあなたのために振るいましょう。こういうのは思い切りだとさくらも言っていました。それについては私も同意見です。私の出番ですね。自慢ではないですが、こういうことは得意です。なせばなるです。私もお手伝いいたします。こういう時は思い切りが大事ですよ。迷いは何も生みません。あれとこれを組み合わせて、うん、これでいけます。根拠なんて後付けでいいんです。要は勢いです。お手柔らかにお願いします。手加減など不要です。全力でお相手願います。負けたらさくらに笑われてしまうので勝たせていただきます。私だってできるんだから。バッと我が剣の輝きを持ってあなたを断罪します。現世さくら、立ちはだかるものは全て切り捨てます。ご覚悟を。何人も我が剣を阻むことはできません。我は剣の化身、この一戦を防ぐことは不可能と思いなさい。はい、お呼びでしょうか。今日はいい天気です。どうでしょう、本屋巡